米の軍事系マスコミグローバルファイアーパワーが毎年行っている、軍事力ランキングの2021年版が発表されているんだけど、みんなはチェックしたかな？見た見た。日本は5位で、韓国は6位ってランキングだったよね。らしいな。そんなランキングが登場したことで、中国の Q&A サイトで実際に日本と韓国が戦争へとなったら、どちらが勝つってのが話題になっているみたいだぜ。この問題を提起したスレ主によると、条件は、中国や米国、北朝鮮など他の国が関与せず、日本と韓国の間だけで戦った場合ということのようだね。ちなみに、この問いかけに対して寄せられたコメントを見ると、韓国が勝つという意見が比較的多いようだったぜ。日本が韓国に劣ってるって、あんないい加減なものづくりばっかりしてる国に負けるわけないじゃん。そんな風に思う根拠って何なの？その理由として兵力の差を挙げているんだよね。兵力や戦車の保有台数などを踏まえた陸軍力において、韓国は日本に勝るからとの意見が多かったほか、朝鮮戦争など実戦経験の有無を挙げて、自衛隊より韓国陸軍の方が強いという持論を展開しているネット民が多いみたい。確かに数の差は大きいかもしれないな。多勢に無勢となる可能性は否めないぜ。では、ネット民が思うように自衛隊は韓国軍より弱いのかな？ということで今回は、自衛隊と韓国軍の実力について、様々な事情を取りまとめて分析したから、それについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。先ほどのネット民の意見は、どちらかといえば希望論にも似たところがあるんだよね。中国国民だから、日本が軍国化することを当然嫌っているんだろうし、日本が韓国に勝つことを望んでいる人も少ないのではないかな。もちろん、兵力等を踏まえて韓国軍が勝つと分析しているネット民がいるのも事実だよ。韓国の現役兵力は日本の2倍であること、日常の訓練強度は日本の3倍以上であることや、戦闘機や艦艇が日本より新しく、独自開発した強襲揚陸艦もあるとの理由から完全に韓国の勝利だと訴えるネット民もいるんだ。その他、韓国ら国民海兵と言えるほど精鋭が多く、一方の日本がアメリカ軍に依存している部分もあるので兵士の質は韓国の方が上、というコメントを残しているネット民もいたぜ。ユニークな意見としては韓国の反日感情やどんな兵力の差を乗り越えると、大日本となれば士気が旺盛になるので韓国軍が絶対に勝つ。と言い切るネット民もいるようだが、そこら精神論すぎて笑えるな。反日感情で勝てるなら、スポーツ競技も全てにおいて韓国が日本を上回っているはずだよね。あれれ？おかしいな。一方で、冷静に日本の勝利を疑わない中国ネット民がいるのも事実だよ。韓国は資源が乏しいので海上封鎖をされると持たないとか日本の海上自衛隊は韓国海軍より強く、潜水艦を使えば韓国を封鎖することは可能だなどの理由を挙げていたんだ。その他日本の兵器は最新アップデートを繰り返しており世界一線級であることや、自衛隊ならではのシステマティックな部分が韓国軍を圧倒的に叩きのめす、との意見もあったぜ。わかる人にはわかっちゃうもんだよね。中国国民の気持ちを考慮すると、正直言ってどっちが勝ってもどうでもいい、と考えている人もいるかもしれないね。実際、日本が軍事国家になるのは嫌だし、かといって韓国が勝って大きな顔をするのもよろしくない、と考えている中国国民も多いんだと思う。中国政府から見れば、日本も韓国もアメリカの同盟国であり、アメリカと対立する中国としては、日韓で対立して自滅してくれれば好都合という願望も含まれているのかもしれないんだ。それじゃあ日本と韓国の兵力について、もう少し掘り下げて考えてみようかな。まず、日本が進めている空母所有化計画の進捗から注目してみるね。日本はヘリ運用可能な護衛艦加賀出雲を相次いで改装し、軽空母として運用することを明らかにしているよ。実際に出雲の一部改装工事は終わり、アメリカ海兵隊の協力を得て F-35 a を使用したり発着訓練に成功しているんだ。一方韓国は強襲揚陸艦のマラド軽空母化をいきなり明らかにするなど、日本を明らかに意識した行動をとっているんだ。こちらからすればいい迷惑なんだけどね。そもそもマラドの軽空母化を抜き上げたのは、日本が出雲加賀などの護衛艦を軽空母化することを決定し、実際にアメリカ海軍と護衛艦の訓練まで実施することになってからのことだな。もちろん、これら2隻の護衛艦の軽空母化については軍事国家日本の再来として強く批判していた韓国、もちろん、中国の陰に隠れ、便乗して批判する彼らが、なぜ日本の真似をして軽空母を持つ必要があるのか、疑問に思うぜ。その証拠に、マラドに搭載する戦闘機は、出雲加賀と同様にアメリカの F-35B を想定しているようだし、
あの日本ができることを、我が国ができないはずがないだろう、というのがあるんだろうな。でも、2021年に就航して訓練を始めたばかりのマラドが、2022年に空母としてでなく、まず強襲揚陸艦として実戦運用できるだけの能力を有することができるのか、まずはそこから考えた方がいいと思うよね。航空機の面でも見てみようか。日本は、すでにアメリカから最新鋭の戦闘機を導入することに成功し、次世代戦闘機についてもアメリカから導入することを決定しつつも、イギリスとは搭載ミサイルやレーダーの技術において提携することを発表するなど、多方面に同盟国との関係を強化し、最新鋭戦闘機の性能アップを目指しているところなんだ。一方韓国では、アメリカの最新鋭戦闘機 F-35 シリーズを導入しようと躍起になっているんだけど、アメリカに内緒でブラックボックスを開けてしまったことで、同盟国として信用されていない状況にあるんだよね。仮に、最新鋭機を導入したとしても韓国には大きな問題があるよ。それは戦闘機の整備や補修についてだね。補修や修理費用がこんなに高いのは、韓国国内に修理を行える施設がないことも関係しているんだ。特に、最新ステルス機である F-35 の修理、胴体下部のステルス塗装などは、アメリカ側のブラックボックスがいっぱいあるわけで、北朝鮮と密かに繋がっている韓国国内なんかで修理などするものなら、どんどん軍事機密が漏れてしまうよ。もともと、最新鋭機の整備や修理については、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないことになっているんだ。韓国に最も近い国際整備拠点は、みんなも知っている通り、日本にあるよ。愛知県小牧市にある三菱重工業に設けられた MRO&U がそれなんだけど、韓国国内にもそこを使えばいい、という声もあったようだけど、日本政府がそれを良しとしないよね。近年のムンジェイン政権になってからの露骨な反日姿勢に嫌気がさしている日本政府は、韓国に対してメリットを与えるようなことにイエスというはずがないんだ。三菱重工業といえば、今まで両国政府によって話し合いですでに解決済みだった徴用工問題を蒸し返し、韓国司法が賠償金支払いを命じている企業の一つ、徴用工問題で金を払えと迫る三菱重工業に、自国のステルス機の修理を依頼するなんてありえないと思うよね。でも、厚かましい韓国政府だから、ステルス機の修理代と徴用工問題の慰謝料を相殺しようなんて馬鹿げた提案もあり得るかもしれないね。実際に韓国国内ではこの案を提案して日韓関係の関係改善につなげようという、旗から見れば正気を疑いたくなるような韓国国民もいるんだ。潜水艦についても見てみようか。日本の潜水艦技術は世界トップクラスで、特に最新鋭型の欧遊投遊が注目されているね。また最新鋭の大鋭型では、日本の潜水艦技術を世界に知らしめるのに十分なスペックを持っており、アメリカ海軍の潜水艦司令が同乗してそのスペックに感嘆したという事例があったんだ。特に欧遊と投遊が注目を浴びているのが、リチウムイオン電池搭載であることで、静音性に優れているスターリングエンジンをあえて放棄し、リチウムイオン電池に特化した機関を搭載したことで、さらに静音性と巡航距離を高めることに成功したってわけ。一方、韓国の潜水艦事情はかなりお粗末と言っても過言じゃないよ。韓国では、ドイツと潜水艦の OEM 契約を成立させ、ドイツのタイプ212型潜水艦のライセンスを取得し、9隻の潜水艦を契約して自国内で生産することにしていたんだ。完成した、1番艦ソンゴミルは浸水後にスクリューからのノイズがひどく、潜水艦に必要な静寂性がほぼないありさまで、これでは実戦に使えないと韓国が激怒、ドイツの資金負担によりスクリュー軸を交換するなど対応を施したんだけど、2011年には艦橋部分と甲板をつなぐボルトに欠陥が見つかり、完成収益していた3番艦までの運用が停止される事態となってしまったってわけ。その後も、就航済みの潜水艦全艦で燃料電池が停止するトラブルが発生したり、潜航中に発生する水中騒音が明らかにうるさすぎたりすること、さらには3番艦アンジューコンのスクリューに亀裂の発生が発覚するなど、前代未聞のトラブルばかりが頻発したぜ。韓国は三方を海に囲まれている状況であり、重要な資源は海を経由して輸入してくるしかない地勢にあることから、シーレーンの防衛は必要不可欠になっているよね。でも、実際に戦争になれば日本の潜水艦に太刀打ちができず、あっという間に海上封鎖をされてしまう状況にあるんだ。もともと資源に乏しい韓国が、
海上封鎖を受けてしまえば戦争を継続する能力を失ってしまうので、あっという間に戦いが終わるだろうね。ここまで、日本と韓国が戦争した時にどっちが勝つという視野で現実を見つめてみたけど、もう、結末をあえて書かなくても問題ないよね。韓国のように感情的に国防を捉えることなく、限りのある予算と法律の縛りの中で、効果的に国を守るための努力を行っている日本の軍隊は、本当に自衛隊の名前にふさわしい能力を有していると思うし、世界にそれを誇っても問題はないと思うんだ。韓国のようにないものねだりではなく、ないものは努力して身につける、手に入れるという日本の姿勢は、国民の一人として誇ってもいいんじゃないかな？それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。